じゃあすいません、ド S なんで録画ボタンを押してしまいました。本日初参加いただきました UTFC の皆さん、どうもこんにちは。こんにちは。やったー。では初めてお会いしたのでいろいろ聞きたいことがあるんですが、まずは UTFC というチーム名の由来、どなたかご説明いただきたいんですが。どうぞ。お願いします。UTFC は、はい、僕たち所沢市民なので、はい、ユナイテッド所沢から UTFC にしました。嘘つくんじゃねえ。嘘だよ。それもありますが、何を信じていいのか分かんなくなってきましたよ、こっち側は。それもあって、え、もう長くなりますね。中学校時代の数学の恩師ユラサティーチャーから UTFC と名付けました。あんなんとカットだけです。いや、バッチリ採用します。バッチリです、はい、ということは、はい、所沢の皆さんということですが、メンバーはじゃあ地元の友達ですか。中学校の友達です。いいですね、中学校の友達でこうしてまた集まれるっていうのは。ちなみに僕も所沢市民なんですが、どちらですか、所沢の皆さんは。ダッチュ、ダッチュ、東中、こっち側の方か、あの東所沢とかあっちの方ですか。そうです。あ、結構違うな、僕狭山川岡の方だから。あ、同じ所沢でも結構遠いですね。柳瀬レッドローズジュニア出身ですか。マッシュバッファローズ。マッシュバッファローズ。僕宮前です。宮前、はい。まあ、話が長くなっちゃいそうなんでちょっとずつ本題に戻しますが、はい、じゃあ今日の大会の意気込み、ラスト1試合となりましたが、3位決定戦お願いします。意気込みお願いします。謎かけてお願いします。長くなった、どうしよう。最終試合とかけまして、わかんない、本当にやばい。いや、もう意気込みでいい、意気込みで長い。ありがとうございました。 UTFC さんでした。